皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルダント、高橋孝子です。本日のテーマは、集客失敗、集まるはずと思っている人の大きな勘違い参選ということについてお伝えしていきたいと思います。えー、こちらの動画はですね、うん、先日、私の、えー、とクライアントさんで、えー、新しくあの講座を発表するというプロモーションをやった方が、 あまあまあ、結果としてはうまくいっているんですけれどもそれをこうご自身で,です、ね、自己分析をするときに、まあ、集まるはずと感じている観点がずれていたんですよ、私が見ている観点とご本人が集まるはずとうう思っていた観点がずれていてでこれはこの方だけじゃなくて過去にも同じようなことで私、注意をしたことがあってです、ね、違う方に。 ひとくくりにするつもりはないんですが教師の先生、まあ、女性の、ね、教師の先生って、えー、割とそういうふうに事象を捉えがちなところがあるなっていう,こう目線ですねそれをちょっと注意喚起を言うためにこちらの動画を撮っていますのでそんな感じで聞いていただけたらと思います。 えまずです、ねあのー、今回まあ本題に入るんですけれどもどんなことがあったのかっていうことを、ね、お伝えすると、えー、っと,とある方と生徒さんと、ね、一緒にプロモーションを作りましたでプロモーションを作るっていうことは、えー、その新しい講座をどういうふうに誰に対して売っていくかその講座自体のコンセプトも今までその人が持っていなかった新しい講座 その人のの人スキルを使っって、まあ、新しいのを作ったんですよ、まあ。売れるはずだという、ね、内容でもちろん私コンサルですから作ってますで目標値としては、えー、とその方の最初のお話だと売れるかどうかがよくわからないというふうに言っていたのでまずは売れるかどうかを試そうというのがまず一つの目的。あとは、 えっとそれが、まあ、売れると分かったら拡大しようというふうに思っていたんですよ。だからまず売れるかどうか人からそれが本当に求められている商品なのかどうなのかモニターでやっぱりやらないと分からないので、まあ、確かに値段的には破格な値段をつけたんですけれども、あのー、破格な値段をつけてもいらないものって人って買わないんですよ。例えば えーと100%っていう値段があったとして90%オフ例えば1万円が1000円になってもいらないものっていらないんですよ、極端な話ただでも買わないっていうかもらわないんですよ、いらないものは。 私もそのタイプです自分にとっていらないものはただでもそのもの自体家にあると使わなかったらゴミになっちゃうじゃないですかだからそれはいらないものはいらないんですよ。それは教室のサービスも一緒でどんなに安くなってもいらないものはいらないんです、はい、だから安いからって必ず売れるものでもないっていうことがあるからそれが本当に求められるものなのかどうなのか今回のプロモーション一応 モニター価格50%オフっていうので、まあ、展開をしてみたっていうまた経緯があったんですでその時にはその方のイメージとしては売れるかどうかわからないっていうふうに言っていたから私も売れるだろうとは思うけれども確かめたかったもともとそういうところからスタートしていますで結果としては満席になったんですよ、うん、だから当たってたんです 満席になったから、人数はもちろん少ないですけれどもねあの、えー、と設定がね8名だったかな確か、うん、で9名来ましたっていうことでねご報告いただいてその1行読んだだけだったらあ成功してるじゃないですかっていうふうに思ったんでよすそうしたらその先に続く文章があの正直 えー、こんなに安くしてるんだからもっと集まってほしいと思ったっていう言葉が書いてあったのでな何事ですかということでその方に、まあ、ご注意を差し上げたんですなぜならばもともとは自分が売れ、えー、るかどうかわからないって言っていたわけですから満席になる人数を設定しているのもご自身なわけなので。 満席にななったかからいいいじゃないですかそれをこんなに安くしてるんだからもっと入ってもおかしくなかったっていうふうに思うっていうこと自体があの安くしてるから売れるわけでもなくその内容そのものがいいと評価されたっていうことにフォーカスしなくちゃいけなくてそれが少し残念でしたみたいに書いてあったので私が彼女に指摘した大きな勘違いを3つ言ったんですよ。 まず1つ目があの自分のポジションを把握しててないっていっうことですねつまり自分は売れるかどうかわからないって言ったものが本当に売れるかどうかを確かめるっていうことだったはずなのにう売れた瞬間にもっと来てもよかったのにっていうふうに、まあ、欲が出たのかもしれないけれどもだったら最初から20名とか30名っていう設定をなぜできなかったのか。 というう話になっちゃうんですよねもっと売れても良かったのにっていうふうに思うのであればですよだからその辺りがあの正確に読みを把握していないのにうまくいったらあ本当はその方が良かったのにっていうのは。 ちょっと後出しじゃんけん的におかしくないですか最初は自信がなかったのに売れちゃったら自信が出ちゃったってことですかみたいな話になるからもうそもそものどういうポジションで自分がやろうとしてたかっていうことを把握していないないしは忘れちゃってるっていう点がまず一点ですねこの勘違いの一点ですで二点目、えー、っともしも本当にもっと売れるはずだったと思うのであればデータとして 私に伝伝ええてししいいととうこをまたデータとしてというのは自分の、えー、とメディア発表したメディアですねそれがブログなのかフェイスブックなのか LINE なのかとかいろいろあるじゃないですか皆さん。でそれが今ファンが何人いるからその人たちの何パーセントなら来ると思ったからそれが来なかったから少なくて残念だったって言ってもらえるんならいいんですけどその予測値もなく。 集まるはずと思い満席になっているにもかかわらず少なくて残念というか思った数字じゃなくて残念っていうのはおかしくないですかっていう話を伝えたんですよだから計算なくして感情レベルでうまくいくはずって何の根拠もないから意味をなさないんですよねだったら私に何人集めたいんです私の、えー、持っている SNS はこの媒体が何人この媒体が何人この媒体が何人,が何人だから何人は集まるはずなんですそれをさらに伸ばしたいんでやり方を教えてくださいならわかるんですよ。初めてやることだから集まるかどうかもわからないのを集めてみましょうかからスタートしているのにうまくいった途端に今度はもっと集まるはずっていうのは考え方としておかしくないですか だから数字で根拠を私に伝えてほしいというのを言ったんです、はい、当然数字を後で聞いてびっくりしたんですけどめちゃくちゃ私が思ったより少なかったんですよ。とういうことはどういうことになるかっていうとその方は少ないファンなんだけれども濃い方とてもいい人付き合いができてたんですねってむしろそれは褒められる内容なんですよ。だけど その人数ででよよく集まったよねったねていう感覚なんです私はその一般的な値を知っているからだからそういうことがわからないと根拠なくもっと集まったはずという不思議な発言になってしまうんですこれが2つ目の勘違いですで3つ目があのお客様とかあとは その例えば家族も含めてですけどねもちろん私もそうなんですけれども手伝っているあのコンサルで通常やる領域より手伝ったんですよ今回の場合でそれでできているのにもっと集まるはずだったみたいなことを言われたらですね来ている人にも失礼だしお客様がですよでそれを応援した家族にも失礼だし私に対しても失礼だと。 感謝の心がないいですねっていう話をしましまた。結局今来てくれている人を全力で幸せにする望んだ成果を、えー、きちんと渡してあげるっていうふうに思うんだったら残念なんて言葉は出ないはずなんですよ。だからあのそういうふうに思っちゃって自分が集めるとかそこだけにフォーカスすると来てくれている人をないがしろにしてしまう傾向があるので。 そういうい思考の方向性を持っている方ってよくないんですよ思考の方向性としてで今回とはまた違う方だったんですけれども、まあ、3名とか4名集めたかった時に1人しか集まりませんでしたって言ったんですよその方がねでその方がやっぱりこれも新しい講座だったので 売れるか売れないか分からない状態だったんですよその状態だったらまず一人でも反応しただけでも喜ぼうよなんですでこの方も SNS 聞いたら数めちゃくちゃ少ないんですよ多くないんですなのに一人しかって言うんですよじゃあ何人いたら一人来るっていう確証何人いたら3人来る確証があって言ってんのかっていう世界観なんで あのこの人たちに共通しているのは SNS のフォロワー数とそれに連携してその講座がどれぐらいの人数が来るかっていうデータもなくもっと来るはずだったっていうふうに思ってるのが大きな勘違いっていうことなんですよだからそれはデータでものを言うようにっていうふうに伝えたんですデータでものを言うようになると例えば、えっと、濃い付き合いとか薄い付き合いっていうのが 私はあの皆さんからだいたい聞いてこれぐらいの人数いるとこれぐらいの講座の金額だったらこれぐらい決まるよねっていう市場の感じは分かっているんですよで。それからするといやよく決まったよねっていう世界観なんです本人がそう思ってなくてもだから、このズレがあるとどういうことが起こってしまうかっていうとあの私の手元に、ね、持っているお客様には私が望む人もそんなに少ない。 えと多くないのかもしれませんとかねあとはもっと違う集客の仕方すればもっと集まったはずだったかもしれないっていう変な反省とかしちゃうんですよこれずれてるんですよ私からするとそもそもその人数で集まったことの方がすごいんですっていうことは売れたっていうことが正しかったっていうのが証明できたからそのファンの人数を拡大すればもっと売れる可能性が高いんですよだから 間違ってたとかルート違ってたとかじゃなくて、拡大の方向に行かないといけないんですよ。同等レベルのお客さんを。なのに、それが間違ってたっていう,ふうに思っちゃうと、また違う SNS を扱ったり、また違う発信したりして、うまくいってたものも失敗するようになっちゃうんですよ。これがだから、集客失敗って勘違いしている人の、中身を分析すると失敗してないんだよっていう時もあるから、 一人でで結論付けると怖いんですよだからコンサルタントとかそれを知ってる人に状況を説明するとそもそも人数少ないのによく集まったよねって評価に変わっちゃうんですよなので、まあ、これ一つの事例で今言ってますけどそういう方が非常に多いんですよ私初回面談とかすると集客ができてないんですって集まらないとかいうタイプでね言うと そそもそも数少ないいですよねっていう本人頑張ってますって言うんですよ例えば YouTube とかもあの今 YouTube ってみんなが普通にできるようになっちゃったんですよだからある程度の本数とある程度のいい中身とっていうのが必要になる時代において今から YouTube 始めようっていう時に本人は頑張ってるつもりなんですよ。だけど世の中的に <laughs> えともっと頑張っちゃってる人がいたらどうやったったて見つけられないんですよそれなのにあの集まるはずと思っている前提で本人が言うものだからあの動画もやってるんですけど集まらないんですインスタもやってるんですけど集まらないんですって言うんだけれどもそういう人に限ってサイトを見に行くと全然やってるうちにならないレベルでやってるって本人が言うんですよ。例えば週に1回ショート動画1本とかね。 週に1回1投稿だけとかリールとかそういうのも全然やってないえそれでなんで集まると思っちゃってるのかがよくわからないっていうのが私の感覚ですそれは集められてる人がどれだけ努力してるか知ってるからです私自身も当然 YouTube それなりにやってますしねだからあのー、集客失敗うまくいかないって言っている人の大半が 集まるはずと勝勝手手にに勘違いをしてで勝手に落ち込むでそしてあげくの果てには合ってたかもしれないプロモーションを間違ってたかもしれないって言って改変してしまうっていうこれあの悪い方向に行く、えー、っと悪循環を自分で自ら作り出していてドツボにはまって泥沼になっちゃってみたいなそんな感じの人多いです最近話を聞いていて。 で同様のことがホームページにもあってホームページもこういうホームページだと集まらないよっていう付け焼き場的な自分が何か学習したとするじゃないですかでなんだか付け焼き場的にいじっちゃったとするじゃないですかでこれ外れると実はそうじゃないところが原因なのに違うところをいじっちゃったことによってうまくいってたことすらうまくいかなくなっちゃうケースもあるんですよ だから解約っていうやつですねでそれも中途半端な聞きかじりの知識ですで、えー、ともう一つ共通している事項で言うとそういう割とこう思い込みでいろんなものをいじって失敗するタイプの方って企業塾とかコンサルとか何人か渡り歩いているタイプの人に多いですだからそこの場所でやりきってないんですよねやりきって で一つつのことを身につけてそこから派生するっていうのをやればいいんですけど聞きかじりとかあと無料のなんか知識とかをより集めてでそれを自分でこねくり回してで実践してみてうまくいかないっていうタイプの人も多いんですよ。って言ったら「有料のでも自分がちゃんと向き合って。 その人が言ってることを100%やりきって成果が出るまでやりきってから次やればまだ成果が出るんですけど大抵そういう人って聞きかじって途中中途半端でで6人やってもいないのにうまくいかなかったっていうんですよ。だかかから集客がががが失敗するるケースが本当にその人が分析ししていいことが正しいかどうかは よよ。く知っていいいいる人が判断ししなな限り、正かかかどうすすら分かん,ないんですよだからうまくいってない人ってずっと沼の中にいるんです正しい答えを知っている人とちゃんと答え合わせしないからですねはいなのであの集まるはずってもしも思っているのであれば自分でですよ 集まるるはずとといいう根拠をちゃんん自分ででで洗い出すすす必要があるんですよこれ大事ですからねだから一度もその根拠を、えー、答え合わせをしたことがない方は根拠を自分でデータを取って探していくしかないんですよ自分でもし答え合わせしたいんだったら例えばこういうプロモーションをやると今のこの人数だと3人来たじゃあこれを倍にしたら6人になるのか。 でやって6人だったらあこのやり方合ってるんだなこの間の時には3人だったで、えー、倍にしても3人だったということは増やしただけでは響かないのかもしれないこの間の3人はラッキーだったのかもしれないじゃあ今度さらに3人だったで倍にした大して変わらなかったもう一回倍にしたなのに3人だったとすると最初の初期の3人が。 相当レアでうまくいっちゃったケースだったのかとかいう世界観とかになるからこのね検証ってすごく時間かかるんですよデータ取って。でそれによってじゃあんでコンサルタントとかいるといいかっていうとたくさんの人のデータがその人のところに集まってるからおおよその方向性の回答が1回で出るケースも多いんですよ。だから それはお金を払っても相談する価値があるっていうのは時間を買うことになるからなんです。で例えばそれが、ね、うまくいくっていうことだったらそのやり方をさらに拡大すればいいじゃないですか、はい、で、えー、と私その方に言ったのが人数が少ないっていうことがもう分かったのでファンを急に増やすのって無理なんですよ。時間がかかるんですですあれば 今いる人たちの中にそれを望む人がどれぐらいいるかちょっとプロモーションの期間延ばして引き続きやってくださいっていうことをお願いしましたその時にねそしたら、まあ、中間地点でのデータベースにはなるんですけれどもその方からのさらなる報告ということで、えー、と21名なんですよ来てるのがまだ伸びると思いますけれどもね とすると本人が当初8人とかだったとしたらもしかして24人まで伸びれば3倍なわけですよ。っていうことはその人たちが自分のお客様の中にすでにいたっていうことだからプロモーションも講、えー、座作りも合ってたってことなんですよね。はい、でさらに私はその方に追加して言ったのは今いる人たちのもう売り切ったらその後次の。 2回目、3回目の時には相当人数が減りますって言ったんですその時の持っている人数が少ないから伸ばすのに少しお時間がかかるから今いる方たちに精一杯満足してもらって精一杯喜んでもらってその中の一部講座でもいいから一部サービスでもいいから続けて買ってもらえるような人間関係を3ヶ月で必死に作ってくださいっていうことをお願いしましたそしたらその後リピートするかもしれないじゃないですか。 その間に新規の人も増やしておくっていうことをするっていうことが必要ですよっていうことを言いましただから、これ来たからい嬉しいだとあの次来ないんですけどどうしたらいいですかって、いうふうな話になっちゃうじゃないですか私だから予言してます次は多分そんなに来ませんよってなぜならばその人数でそんだけ元々持っているフォロワー数少ないのにそんなにいっぱい来たら次は来ない可能性がめちゃくちゃ高いんですよ。 だったら今の人が次の商品をさらに追加で買ってもらえるように考える方がよほど正しいんです、はい、だからそういうふうな行動指針で動いてもらうっていうのも指示を出すことができるんですだからあの、一人でやってる人ってこれがないわけですよそこはやっぱり、ね、あの遠回りになる可能性は高いですよねっていうことです。 なのであの最近、新規の方とよくお話をするんですけれどもあの集客がうまくいかないっていう人のいろんな要因聞くんですけどなぜか知らないけど変な根拠と自信で集まるはずと思っているから集客がうまくいかないっていう言葉を多分使うんだと思うんですけど集まるはずの準備すらできていないのに集まるはずと思っているからその感情のギャップが出ちゃうんだよねっていうのが私の答えです。はい とということで今日は何人かそういうお話があったんでちょっと事例としてまとめてみましたははいいいではままととめに行きたいと思います集客失敗集まるはずと思っている人の大きな勘違い3選まず一つ目、えー、自分のポジションを把握していない2つ目計算してうまくいったかどうかを自分で理解していない3つ目お客様や、えー 近くのの人家族への感謝が少ないここが勘違いの大きな源なんで特に今いるお客様を大事にできない方はその先のお客様とも出会いがないのでよくよくえー、っと集まったっていう事実に対してたった1人でもあのー、やり抜く満足しきってもらうっていう風にする気持ち1人のお客様からスタートするのがもう基本の基本です。だから あ一人しか集まんなかったっていう言葉は間違っても使わない方がいいと思います。一人の方が来ていただいたありがとうっていう気持ちがある方は絶対しかなんていう言葉は使いませんので、はい、そのあたりのね言葉の使い方っていうのもあの理解していただきたいなっていうふうに思ってこちらの動画を撮りました。以上になります。よろしくお願いいたします。それでは。